第36期放線 A1 リーグ実況のフラッシュ高志です。解説は前原雄大、白鳥翔が務めます。お二方よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第36期放線 A1 リーグ第2節 B 卓4回戦投開の開始です。立ち合い人友竹正治の合図によって本日の最終4回戦が開始となります。4回戦はちーちゃに枠津、なんちゃに伊藤、しゃーちゃに今野、ぺーちゃに勝又の並び。いよいよ優子さんにとって来ましたよ。魔の4回戦が来てしまいました。魔の 4回戦だよ。ドラはパーピン、ちょっと疲れてる感じですかね。分かんないですかね。あ、左手の位置をね見てると分かるんだよ。はい、上がってきてしまう。そうここにある時はまあ大丈夫なの。お、これは九州、あるのか。ない。一応国士見ますよね。ピンからさあドラはパーピン、まあ、手も良くないですからね。85.1 ですか。現状パゴ1、パゴ1ですね。すごいな。2着トップトップですね。これまあ過去の傾向からいくと限りなくラスを引いてしまう可能性が多いんですよね。伊藤はあの4回戦、魔の4回戦と本人もおっしゃってますが、いやなんか今日違う感じするけど、今日こそはこれトップで100ポイントオーバー狙いたいですよ。ますね。魔の4回戦を払拭できるか。トップじゃなくてもいいんだけど、はい、あんまりコストだけになるような感じはしないね。なんかいつもの感じと違う気がしますね。さあそして気になるのは枠津ですよね。1回戦目トップでマイナス76ですからね。いやこれはね多分ないと思いますよ。ずっとこのリーグ戦やってきても、はい、144でマイナス76っていうのは多分ないですよね。マイナス10とかでもおかしくないですよね。おかしくないし、はい、3ラスいても76いかない。そうですね、やっぱりそこがあのこれからの枠津さんの課題になってくるんですよね、はい。そして勝又は1回戦ラスだったんですが、まあポイントを持ち直してこの安定感ですよね。勝又のストロングポイント。うわ、さあチートイツの本郎チート、あ、本郎はないか、本郎はね、パーマンがね今重なったんで、はい、チートイツのイーシャンテンになりました。伊藤1、2、3見てますか、はい。さあカンパーマンが入って、ここはチーピンですか。7、8、9まで睨んで、ドラ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 は全山、全山ドラか全山。わあ、勝俣の勝負手だ。入った、一旦カンパーピンの役なしの闇点。これもねそのまま積もればドラ3山ですからね、はい、上がりになるんで、枠津単品ドラ1を目指していく。優子さんも白鳥重なったらあの自動的にドラ単品になるんで。そうですね。で優子さんリーチしないから、しなそう。ああ闇点で、白が打たれる枠津は動いた。これでイーシャンテン、カンウマの達を払う。このパーピンがどこに行くからね。この泣きで勝又が積もっていた、ね、パーピンが伊藤に来た。チュン前山、チュン前山、チュン前山、今野やリャンピの闇点、場が一気に動き出す。リャンピー、これは今野さんが、さあね、優子さんのいいとこなんだけど、テンパっても闇点するって、はい、それは裏面出ちゃったね。そうですね、リーチならばリャンピンが一応優子さんの現物だったんですね。現物だったらより勝又テンパイですから、ね、そうですね。でもこれは優子さんのフォームなんですね。一気に場が動き出しましたが、ここは今野の上がりとなりました。ピン筆先転で問題の校長の優子さんの親番と、
はい、悪くないですよ。ピンズ一面積みます、うん、ペンチストがネックとパーソの重なりで、ね、ドラがパーソですからね。だからトンなんですけど、トンから行くペーから行くんじゃないですか。伊藤はのかな、ペーから。あ、本当だ、さすがです。いきなり伊藤のペー統一落としですからね。いや、さすがですっていうのは古橋さんの、ね、まあ、僕はもう5年伊藤の麻雀を見続けていますからねある意味一回戦だったっけ、はい、赤ちゃんの第一スピン、第一スピン、はい、そうですね。あれとちょっと似てるかな。ちょっと意味合い違うけどね。わかりますね、確かに。まあどうせ切るんだからペーからっていうことなんでしょうね。ダブトンの重なりも、そうですね、嫌だし、これもいらないと。ショウちゃんは何言ってるの今のですか、うん、僕もペイになりそうなんですけど。で、急走のところはどうですか。急走のところはペイ打ってたら急走になっちゃいそうなんですけど、なんかそこもまた毎日のように変わるっていう時期に来てますね今わけが分かんない。そういう時期に差し掛かって、差し掛かってきて、いや、なんか一緒本当に。さあ、関連層入れた、今の、うん、これは6ブロックに構えた、うん、どこまでこう手役を追ってどこまでスピードを優先するのかっていうのが、うん、ほんと永遠の課題だよね。ほんと難しいですよねっていうのを十何年繰り返して、うん私40年繰り返しそうですね。あ、勝又がもうちょっとこれは手が伸びてきますよ。3個系、一旦カンウピの役なし転廃で、校長のゆうこさんの上だから積もったらもう止まりだね。そうでしょうね。なるほど。勝又これ数ピンとローピンの重なりはリーチいくかもしれないですね、うん。ドラ表絡みだから、でもそれを考えようと思ってたんだけど、どうするのかなと思って、はい、勝又は結構その積もり数アンコにこだわらない打ち手で有名ですから、うん、でもいかにも実装で上がんないと3アンコつかないじゃないですか、はい、まあ、積もればいいんですけど、はい、だとあんまりリーチの意味があまりないと、なんか良くなさそうですよね。あ、これは嬉しいと思いますよ、短期選べるんで。あ、これが一番カッターの得意なパターンだね。そうですね。どちら、得意っていうか、カッターの色が出やすい。数ピンもすぐに買えそうな街ではありますよね。これで買えるか。これで両ピン短期だ。ピンは二山。二山。一番打ったんだ。伊藤ですね。はい。フリテン、いやいや、ワクツさん、あ、ワクツがチーマンですか。あ、本当ですね。ほ、本当だ。これでどうする。ドラーパーそうですよ。ここは急そぎり、どうだろうな。これはフリテンですが、でもドラ受けもあるんで、あ、ここはフリテン受け闇テン、フリテン闇テン硬いですね。見てください。うわ、ドラ重ねた。パーピンか。ちょっ、数万、2万が、え、3枚飛び。なんか前原さんとリアンウーマンとかになってるんですかね。ゆうこさんの手配はチーマンがあんこで捉えて、なんかなってそうだな。すごいわ、すごいわ。これはパーピンパーソーのシャンポン。うわ、これでスチソーに持ち替えた、うん、スチソーは打てないんですね。あ、なるほど、なるほど。もう打ちづらいと、はい、確かに目に6枚見てますもんね。うわ、リアンパーマンだったな。リアンパーマンって引き上げてた。リアンパーマンだよな。パーピン打てれば。しかし好調な時はもう一通りぐらいの上がりがあるのではないか
提示していきますね。いやそれはあると思うよ。あるのか。パーソーがなくなったぞ。パーマンの方か。残りつも1回ある。この転廃できない。勝俣スッチーソーはどうか。いない。スッチーソーはいないでしょ。パーピンがある。ああ、相手にパーピンがいた。なんかゆうこさんちょっともったいなかった気がするな。難しいですね。リャンマンが3枚切れで、3枚切れだとちょっと2度受け外したくなりますよ ね, ね, すね。転廃までの、ね、効率は明らかに数万3万打った方がいいわけですから。転廃の効率を目指すのか、はい、上がりの効率を目指すのかっていうところが違ってくるよね。そうですね。ソーズで一目ですか。ドラは3ピン、1、2、3の3色が見える。ウーマンから。これはすごい。でもあれだよね、ゆうこさんってさ、はい、トン一曲もそうだけど、もうどうしようもないクリッチをドレドレチートにしたわけだよね。そうですね。で今も、まあ結果上がり直しになったんだけど、はい、本当調子いいね。あ、そう見えますよね。また手が伸びますねこれも。やりたいこととやっぱりツモがマッチしてる感じはしますね。ドラの3ピンを持ってきた勝又、手が悪いだけにここは得意のチートイツでなんとかしたいところでしょうか。伸びた。今度マンズが伸びた。あ、ここはドラ受けを払っていった。勝俣も急所が入ってメンツ手も見えてきますが、これ白動くのかどうか。動いた。1枚目から動いていった。今度これはね、うまく決まればいいんだけどね。今日ちょっと決まってないんですよね。さあできればファンパイ、まあマンズ引ければ十分か。あとは2枚切れ。順重ねた枠通。ベンチーソーを入れた。順ですか。おー、リャンピンの方だ。リャンピンだ。絞る方ですかね。 うわー、トン重ねた。トンとパーマのシャンポン、これはいいな、気になったんじゃないですか。トンは2枚山。そうですね。笠松さんもこの曲はパンパイの方から切って、アンパイのペイ残してたっていう形に取ったんで、まあもちろんこういうことも織り込み済みで仕掛けて、仕掛けてじゃない、打ったんでしょうけど、まあやっぱり相手に利するねこともあるんで。さあこのトンどこにいるか。パーマンはもう山にはないので、まあ、ドラだね。チュンの方が嫌なんだろうね。あ、これは6キマに変えたくなる。うわ、変えない。微妙。微妙ですか。微妙。打点とマッチとの折り合いをつけた時に、数万だったらサブ6キマにしそうなんですけどね。上がり取るならね、やっぱり6キマの方が上がりを取れそうですけど。どう出るか。飛んで上がった時の打点が違いますもんね。そうですね。難しい。僕はね、ゆうこさんの親だから、はい、打点よりも、なるほど、上がりやすさとそっちの方を選んじゃうけどね、はい、まあ、結果どう出るか分かんないけどね。ここでチュンですか、うん、ただもう3ピンを引いてきてしまったことに、あ、パーマンか。あー、パーマンになった。ここは今野の上がり、白本一で3900は4200。まあ、チーマンが2枚出たんで、まあ、攻めた結果って感じですけどね。ジャンプを作りに行ったというような。そうですね。ただ結果ね、あまり3回戦までなかった方針になってしまったわけですから、やはりちょっと魔の4回戦が本当ですね。そっか。
なんかね、マナ4回戦っていう印象が出始めました、ね、ちょっと出始めちゃいましたか、今のは。えいやっつって一瞬来て、はい、うーん、そうですね、なんかチーマンとか引いて、さあドラは9万、今野のエヴァントーン3曲です。さあ今度これはいいパーマンを引きましたよ。なんか枠靴が大きくマイナスしてるんで、あまりあの目立たないというか、今度も35マイナスしてるわけですからね。ああそうだね、35って結構痛いですよね。確かに21が第1節で沈んでるね。はい、確か記憶では 27.8 ですか。あ、そうだよね、結構ね大きいよ。うん、今回やっぱりあの今度は一本欲しいところね。そうですね、ここで沈むとマイナス40台ですけど、はい、受ければ20台で収まりますからね。この浮き沈みは大きいか。このドラが2枚になってますからね、なんとか活かして。結構ねあの今日今度はねドラが来てんだよね。確かに来てますね。その時に仕掛けが割と精度がね、結果としての精度が、はい、良くないんだよね。さあトーン白が1枚ずつ切れている。ここはまずは白から大きくいくなら想像、想像ありますよね。まあ、もちろん これがね手堅い方なんですけど、はい、親番ですね。深いところが入った和靴、いいシャンテンです。ここはいいそぎり、いいそぎり、いろいろありそうでしたけどね。ここで行きました。ここで行った。ここから方向転換、深いと左手が上がってきましたね。左手が上がってきたぞ。上がってきた。疲れがサリアンメンターズ落としを見せてきた今野。勝又カンパースを引いた。どこで上がりが取れるかだけの勝負ですね。3層回りか中層回りかローマン回りか、一番上がりが取れなそうなところを打っていくと思います。どこ行きますかね。いや難しいですよね。安いのは想像なんですけど、うわ、あ違ったわ。あごめんなさい、形間違えてました。形間違えてましたと。マンズ 1,2,3 かと思いました、ね、すいません。でもチーマンってメンツを崩したんですよね。そうですね、マンズに上がりはないとしてりゃんそう。さあ今度ウーマンのポンからいった。うわー、リャンピン抜いてリャンピンポンしていとすごいポンですね、これ、うん、すごいこうなるとイーマン切りたいんですが、大丈夫かどうかじゃないですかね。イーマンがダブトン出てきてますからね。入っていった。あダブトン出てきてないか、ごめんなさい。思ったのは伊藤と、うん、すいません。さあ初重ねましたよ。ここいいピンとしましたね。9ピンではないんだ。はい、連ピンが全部見えてんだ。あそうですね、うんうんうん、さあ今度がトーンを重ねましたよ。リャンマン余ったけどパーマンいく。表示合いのパーマンですからね、怖いとこですけど、はい、そっかリャンマンが2枚切れなんで今度もリャンマン切れ、ね、そうですね、はい、うん、これも難しいですけど、ローソーですかね。とりあえずウーマン、こんなにトーンされてる。はい、勝又さんにも嫌だってことですか。パーマンがパーマン来てるからってことだろうね。はい、狙い通りチートイツでテンパる。
あとは間違いない、急走か連走か、急走で2枚飛びだね、はい、連走は1枚切れ、うん、1枚切れ1枚使われなんですね、一応阿久津さんのとこに。これはどうするんだ、3枚か、3枚いった、いやすげえ、これもいけない、なかなか、うわ天敗だ、リャンピンポンから天敗まで来た、 初ペーシャンポンペーだ、これは止まらないか、9万、うわってトン2枚切れ2枚切れか、まあ、2枚切れだけど止まんないよ普通、ドラ行く勝又、またポンが入るか、あーまあでも打てないですからね、うん、プレッシャーのみですか、ドラタンにもできたわけですからね、ドラタンにもできたんですよこれ、冷静に考えたら、はい、これではテンパにならない、いやー いけないかいけないかも、これでペイが助かるのか、トントンっていう並べどう見たかっていうことだね、力強い、力強いぞ伊藤、本当にこれが逆にいけない、もうやめになりそうですよね、ウーピンとペイは厳しいな、だってもう勝又と伊藤はテンパイ濃厚ですよね、いったー、それには屈しない今の、いやどう、いやどう、チュンはもうさすがにさすがにと2人に危ないですから、スーマンは取ってますね、なんかすごいですね本当に、すごい戦い、なんか本当にユコさんなんかどこ知りやねん、えルカさんみたい、いやなんかあーやめた、ピンズやめた、うわーペイだ、積もった、押し切った伊藤、1300-2600、ペイ本一です、これはちょっと今期は魔の4回戦は払拭したんじゃないですかこれ、うん、やっぱり自分の調子がいいからこのドラポンにも屈せずで、これ数万宝珠はインパチとか2万4000あったのかしかないですからね、ただあのトントンって泣いて出てきてる、ね、はいはい、そこでそういうテンペが入るかって問題があるよね、パーツの振り替えで9万ポン点に見えてもおかしくないですけどね、うん、そうね、まあ、でその時やっぱり優子さん自身があの好調意識 してるっていうことなんだけどね、それとやっぱり長年 A1 にいるってことはやっぱりこういうプレーをされてるってことだね、調子いい時にいかに勝つかみたいなことよく教わりますもんね、うん、うわ今度は靴が来たぞ、いいシャンテンですか、うん、でまずもってあの勝又のとこにいたらドラを切らないですからね、あのそうですねあそうだね、うん、でもあの当たるとしたらやっぱり本一2人が本一なんで今野さんの方だと思ったと思うんですけど、はい、やっぱトン切る手出しのトンで、まあ、見切ったんじゃないかなと思うんですよね、テンパイじゃないなっていう、さあ靴から森一が飛んできそうですよ、ドラのトン、前原さん、この枠津の今の状況で何は泣いた方がいいんですか、うん、なんというか、まあ、全体的にこうイーソーポンでもいいんですけど、いやどうなんだろうね、なんか面前にこだわりすぎて、うん、いやそうなんだけど一番怖いのは、うん、仕掛けてリーチって開けるのが怖いですよね、ただもうこれはね、動いた方がいいような気がする、動いた方がいいと、あ、これ親番だ、うわーすごい手が入りましたね、かっちゃん、いやかっちゃんが上で、かっちゃんです、はい、かっちゃんが上です、かっちゃんが上だったらどっちでもいいかな、なるほど、うわドラが流れてくる、誰が親だとどうとかあるんですか、
例えば、いや、やっぱりゆこさんの上だったらね、あの確信があるんだったらもう落とさなきゃ危ない。うーん、勝負手としてまあ一応使いたいね、手配ではありますけどね。そうですね、バクツさんの手は。さあ伊藤がいいシャンテン、ちょっと速度的、うわ、いいマン食い取られた。うん、メンチン三眼光、森三眼光のテンパ入ってましたか。うん、メンチン三眼光、メンチン三眼光ですね、珍しいわね。これは泣けないですか。チーマンまで食い取られた。これでウッパーマンですよね。こういうもんなのかもしれないね。買えないかもしれないですけどね。ウーマン2枚飛び、パーマン2枚飛びだから。ワクツもハイパイと全く変わってないですからね。チーワンって、ああ、そっか、買ったの切ったから。そうですね、ローンはないと。うん、熱も切ってますから。チーマンと、いや、リャンソチーだ。これでトン切りか。あそこからよくテンパ入れますね。うん、いや本当に。で今度のイーマンが若干、若干どころか結構リャンマンがだってないんですもんね。そっか。うん、だからテンパったら危ないね。何枠つポンテン、スチーマンだ。トンもね、今切れましたから、はい、スチーマン相当薄い。ないか、順からだ。うわ、9万捕まった。これは今の宝珠は回避ほぼ、いや、ローマン切りっていうのが一応あるんですけど、E マン引かないといけない。3万でもいいのか。うん、でもその場合は上がりまではないですからね。なんかテンパイ入ってません。テンパった白さ、あ、一瞬間考えた。泣いてもテンパイにはなるのか、数万九万のシャンポンになるのか。ただ今宝珠でしたね。うん、うん、本当だ。白シャー何枚残り？白シャーは誰も使ってない。シャーが倍1、はい、白は2枚ありますね。両方役割ですからね。うわー、これチュンで引いたぞ。さすがです。チュンは枠津にあんこの牌です。雰囲気悪すぎますもんね。いや、冷静に考えたら上がりまでなそうなんで。冷静ですね、今度。いや、めちゃくちゃ冷静。うわー、白捕まった。これも打たない。いや、やっぱりあそこで引いたからよかったんだね。イーマン、そして勝又連チャンにつなげる順チャンで、センオールですね。あそこでチュン行くと白もいっちゃうんだろうね。そうですね。行きますよね。はい。さあ、勝又連チャン、トン四局一本場、ドラは初。うん、ハイパイはいまいちですね。ここは急走切り。ワクツはピンズで一メンツ。何から、あとはドラの発が1枚マンズ、メンツはないですね。じゃあ E ピンだ。今日のゆうこさん分かんないからね。もうハイパイが悪くてもっていうことですね。逆に厳しいのはワクツさんだよね。前回ももうハイパイイーシャンテンペンってやったよね。そうですね。それはまあ、ポンテンにしても上がりきれないっていうね。ワクツほとんど上がってないですよね、2回戦から。
手倒してないですもんね、そう言われれば加点もないぐらい、うん、上がってない気がする。やっぱり3月またチューンを重ねて連チャンできそうになってきましたね。ここは数層切り、あ、いつも見てんですか。うーん、さあ枠2今回も手は伸びてきたがどうか。なんか今期これまでやっぱり好不調はっきり出ること多い気がしますね。うん、そうですね。うわあ、いいところ引く、いいシャンテン。これ優子さんもしかして安全運転に切り替えてない？まさかの、そんなことありますか？なんかそういう風に映る。どうなんでしょうか。でも先ほどの数万うちのねペイハツシャンポンは見事でしたよね。すごい、いつもこれはリーチに行きますよね、サブローピン。だって優子さんそこからキュワンキュワンって落としてんだよ、もう折り返んだよ。6、7、8しかあんまり興味がなかったですかね。だからこの辺の見切りがやっぱりさすがだなと思うところはあるわね。勝又泣くのか、泣かない、ドラの発浮いてますもんね。あ、そうですよね。前目も泣かないと。うわ、これで勝負手になった。これは泣いていくでしょうね。初バックまでありますよね、これだと。ありますね。そしてサブローピンが薄いんですよ、2枚しかないんですよ。勝又の押し返しが来るぞ。初は1枚あれだよね。例えば優子さんの残り2枚だとなんか上がれそうな気がする、はい、そうですね。枠靴の2枚はちょっと2枚しかありませんよみたいなこと言ってるとやっぱ厳しいんだろうな。ヤンソーワンチャンス、3品に手がかかることはないような気はしますが、ここはリャンソー切りになった。気になるのはもちろん初の行方。生きた、生きたか。初が1枚、ウッパーピンもそれほどないですね。ウッパーピンも2枚しかないか。ちなみに3ピンってまだいるんですか。3ピン1枚ありますね。あ、じゃあ勝又さんは引くこともあるんですね。チーピン、ここは先に現物チーピン切った。あー、パーピンなくなった。なるほど。サブローピンまだ2枚いるぞ。3品なくなった。高めがない。勝又もテンパイ若干厳しくなってきた。チーピン、ただこれはローピン補充だったんですね。あー、そっか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 。あー、ウッパーピンなくなった。ゼロ。おー、じゃあ初だけ、初だけです。勝又テンパイする。はい、そのサブローピン、ローピンが1枚だけ。チーマン、あ、ここはチーピン打った。うん、となるとポンテン取るとローピンで補充と。なってしまいそう。いや、もう行かないんじゃないかな。残りつも1回。テンパイが入った時にどうするか。入らない。入りません。これが入って。枠の一人テンパイで流局です。久々に入ったあの漫画店みたいなね、はい、リーチ打ちたくなるよね。打ちたくなりますよ。
鈴木も自身から3枚見えていて、さあ難入となります。ドラはイーピンです。お、白眼子だ。他悪いですけどね。ただそれだけ、手からどこまで伸びるかだよね。さあドラがイーピンですね。伊藤ドラのイーピンが1枚。さあ今度は地風のシャアが統一でドラのイーピン1枚と、あ、勝俣がいいか。パーソー9層もあるのか。パーソー切り、ターツはできていきますが、さあ今度も2面爪が完成ですね。イーシャンテンカンパーピン入った。かもしれないぞ。ドラドラ、しかも初がツイツですから。あ、ここはチートイツイシャンテン。ドラが出た、どうする。泣かないです、ね、いや泣けないよ、はい、3ピン切っちゃったから。3ピン切っちゃいましたからね。どっちが今リャンマンが、うわウーピンギリにした。あんこにした。こうなるとイーピン泣きたいですね。いやーリャンソーツモコンの役なしのツモ上がり。ツモで300、500は靴の親はわずか5巡で流れてしまう。もう体勢の序列がはっきり出ちゃってるね。はい、まあ今みたいなところで、あの管理案ドラ打たないとしたらカンリアンソーとカンパーマンどっち払うかっていう選択があったんですけど、うんうん、あの場面でリアンソーが1枚出てるんですけど、やっぱりリアンソーの方があの馬強は良くて、うん、そういうところでやっぱ間違えないんで、はい、しっかりこう親が落とされてしまうんですね。カンパーマン選んでたらね、今のリアンソーでつまがりなくて、ね、もっと曲が伸びてると思うんですけど、また優子さんが3ピン切ってなかったら、あポンが入ったりして、うん、伸びてた可能性もありますか。しかもワクツさんのとこにそうするとハズが行くから、うん、ワクツさん打ちたいですもんね。そうですね。あっという間にイーシャンテンに、うん、その瞬間に打ったか分かんないですけど、とりあえずポン手が入るぐらいにはなっちゃうかもしれないです ね、うん、ですね。さあ何曲伊藤の親番ドラは言いそうです。ワクツまたファンパイアンコでいいんですけど、勝又さんももうポンテン入る形なんですよ。地風のシャアが統一の勝又、うん、しかもこれ多分ポンテン入れるんですよね、おそらく入れそう、うん、いやこれドラターツ払っていくもあるし、一発決めたければウーマンとかもあるんですか。あーウーマンか、うん、なるほど。まあ現状 展望見て分かったんだけど、はい、ゆうこさんの一人沈みすごい一人沈みですねこれ。まあこのままで終わることはほとんどないんだろうけどね。シャアが当たればこれポンテンをじゃない形に取っちゃいましたからね、うん、まだもうちょっとやっぱり時間の猶予があったんで、うん、打点的に伸ばせるんじゃないかっていうのもありますしね、はい、ここはローピンと変えた。ドラー、うわ嬉しい。あんこサイトイーシャンテン、阿久津もイーシャンテン、勝又もイーシャンテン。しかしこれはやってる選手は大変だよな。こんだけ接戦になっちゃうとね。うん、そうですね。
からラスまで全ての順位が、うん、あこれでポンテン取れる形ですね、うん、またよし、チーマンかパーマンですか、ここはチーマン切り、キューマンはつむ切り、天敗だ、関連総待ちの役なし天敗、妻たたして立つ選択ですが、コアウーピン切り、そうか、ゆうこさんが G1 パーマンのパーマンキャラってくと、これポンテンが入るんだ、あーワクツに、そうですね、本当だ、コアワクツ宣言牌のパーマンもポンしてカンパーピンの天敗、ピンだ、捉えた、ついに1本捉えた、なんドラドラ5200の上がりです、どうも穏やかな表情なさってますね、伊藤ですか、うん、はい、伊藤一人沈みのラスに、うん、でもまあほら飛び抜けるような、はい、展望じゃないから、そうですね、まあ、ある程度あのラストはもういいだろう、はい、ことを考えてるかもしれない、さあ南三局、今度のエヴァンドラは言いそう、困難にしても阿久津さんにしてもトップ欲しいとこだよね、うん、そうですね、さあこちらなんちゃの勝又は初が問いつ、そして先ほど上がった阿久津、まだ一面つもない、こちらはペーチャの糸、こちらはピンズで一面つ、そして親番の今野、ゆうこさんは先の6球満つま上がりできれば浮きは、そうですねっていう感じだったと思うんですけど、マックスさんがうまかったですからね、はい、パピンは、いや多分ね、お疲れモードに入っちゃったんで ガソリンがなくなってしまったか、このままのラスでも70ですか、そうそうそう、さあまたドラドラになりました、ワクツ、ただもう役が見えてこないですよ、ちょっとね、形が悪いですからね、チートイツかな、上がれるとしたらって感じですよね、うん、さあ勝又ウースを引いて、こちらイーシャンテンの手配となります、リャンソーも急所ですけど、ここ引けてもまだ厳しいですから、うん、さあ初をポンして手広いイーシャンテン、うん、もうウースが2枚切れだったんですけど、はい、やっぱりカンウースのターツ残したのはこの変化系が多いんで、ちゃんとができやすい形ですからね、はい、初ポンした後にそれを狙ってのこの想像残しだったと思うので、はい、さあ今度もいいシャンテンになります、一回ここは先点で上がってって感じにすると思いますね、今度も言わないと言ってる含みなんだ、そうですね、
ただ勝又の天敗が、うん、そうですね、一番乗り待ちはサブロピン、この3万点付近で難波に突入した時のやっぱ勝又さんのこの浮き、うん、この守る感じがね、やっぱ、うん、的確だよね、的確ですね、はい、はい、ここは勝又の上がりです。初で先点、最終的にね、まあ、これで受けるかどうかはまだ分かんないんですけど、うん、やっぱりうまいなっていう感じ、うん、さあオラス勝又の親番となります。持ち点31,200点、トップ目の枠は35,200点です。それぞれやっぱりあの A 番にいるわけだから、はい、こうフェイバリットホールド得意技、うん、フェイバリットホールドって言うんですか、うん、はい、やっぱりかっちゃんはやっぱりこういう時だよね。うん、そうですね、みんなそれぞれも何かしらいいもん持ってるから、はい、また4社ともにハイパーは悪いぞ。また上の3色が見える、マンズが多いがまだ苦しい。東は三と一。こちらは紺の。このね、笠本さんは放出しないで横移動で終わってもらえると浮きで終われるし、ね、500戦積もられとかでもね浮きで終われるんですけど、まあ、できれば加点したいとこなんですけど、自分の手配が悪いので、はい、やっぱりちょっと放送するリスクを結構避けていきたいなと思ってると思うんですよね。ただ2人転敗も困るんでしょ。そうですね、あまりよろしくないですよね。うん、なんでトラ引いた、こんの、おっと伊藤が動いていったか。ローソーのポンからトイトイですか。トイ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 、動いてみたみたいな、はい、とりあえずポンしてみた、してみた。まあ、想像一色に見えますよね。でみんなほらギリギリで浮いてるじゃない、こういうとこしびれるよね。うん、そうですね、こういう仕掛けは。勝又さんも慎重になりますよね、これ、高い手積もられてもダメなんで。そうですね、どこで例えば泣かせるかとかもあるだろうし、泣かせない、ずっと泣かせないもあるだろうし、自分の手次第で。こうなると、ああでも7、8、9を睨んで、うん、優子さんの一人先輩だったらいいんだけど、二人は困る、困るし、また相手が来そうだったら別に優子さん抑えた方がいいのかなとか、ゆうこさんが相当強そうな捨て牌だったらゆうこさんの一人天敗になるかなとか、うん、ただ今度も黙ってられないでしょ。そうですね、3万300点、そうですね、一番天敗を取りに来そうなのは今度さんですもんね、やはり。うん、これはあんま嬉しくない。あー、ション牌2枚来た、単数万か、うん、不本意ですけど、シュッシュって感じですな。うん、そうですね、うん、ワクツァも抜いていった。で、かっちゃんの願いは全員ノーテント。そうですね、あ、トン、もう打たない、ほとんど打たない構え。あー、これ勝又にチャンスが来ましたよ。でも9ピン振り点だ。あららららら、返してほしいけど3枚切れ、9ピン返して、うん、でもね、本当にあの全員の点も本当に勝ちゃんにとって悪くないんだよ。バクさんにとってもいいことです。はい、の点ドラだ、これで吐くかチュン、どっちか。いや、あ、ピンズもあるし、なるほど、うん、こう振り点を食い嫌っていく。泣かれたとしてもう1枚のファンパイ打てるかっていうのもありますしね、あの打つんだったらファンパイ1枚だけにしたいっていうのは多分あると思うんで、うん、はい、うわ粘りがすごい。さあ今度も粘る、でもウーマンがポン、
ウーマンポン、なぜウーマンがポンされるとウーマンをポンしてハツを切ったんですね。ハツ、はい、は今野が持っていましたから、今野は行って前に進める。うわ、両方ションパイですか。三ピもチビもションパイになってるんで、どうだろう。なあ、もう抜かされない。で、枠さんの折り気配がもうかなり明確だから、ね、はい、今野これはテンパイ取りに行った。数ピンチして白短期、これで有効さんがテンパらなければ、うん、みんな平和と、みんな平和ですかね、うん、一応は、うん、でもその枠さんが泣かせないように打ってるっていうのも大きいですかね。大きい。もう完全に予定調和みたいなところですな。これは積もれない。本当は白を切りたいんですけどね、ションパイですから。うん。急走切るのか。満足切るのか。うん。特にションパイじゃない牌を切りたいんだよね。それもありますよね。あと風間さんに泣かれない牌を切りたいというのもあったと思うんで、うん、で G1 という選択になったんだよね、はい。まあ、風間さん完全にやめた。いや、これ優子さん打たないか。白ションパイですもんね。テンパイ入ったとしても先輩だけで打つ価値あまりなさそうですよね。そうですね。ただ一人の点だと、そうですね。ただあの風間さんが沈むとかもあるか、あると思うんですけど、はい、白で今野さんに高い手とかね、そうですね、とかそういうのもあるんで。三層、うわー、荒ぶっている。ロー層は一節目もなんか荒ぶってた、はい、ローアンかなんかで一人転敗だ。気合の浮きですかこれ。気合の形式転敗で今野が浮き、うん、はい。ということで4回戦はトップに枠2、うん、2着に今野、3着に勝又、4着に伊藤の並びとなりました。はい、ということで本日の対局すべてが終了いたしました。前原さん、白鳥さん、今日解説どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回の A1 リーグでお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、ということでこの後は選手をお呼びしてお話を聞いていきたいと思います。はい、少々お待ちください。全然大丈夫です。前原さんが倉さんの隣で奥に行ってもらって、はい、2人ずつ取る？2人ずつです。2人ずつ、はい。黒軍箱ってあるの？あ、お疲れ様でした。はい、それでは、ちょっと、あ、ちょっと見切れちゃいますね。はい、ワクツアキラプロコンの慎太郎プロです。お二人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まずはワクツさんから聞いていきましょうか。非常に苦しい一日でしたが、本日終えてみての感想はいかがでしょうか。いやー、1-4-4-1だったんですけど、1-4-4-1 はい、嘘です。まあ成績、あの着順は枠さんらしい成績でしたよね。はい、はい、優子さんにちょっとシャー打ってからもうどうにもなんなくなりましたね。うん、
私だけ行けるの私だけかなと思ったんですけど、そうだったんですよね。そうちょっともう一枚引いたらやめようと思ってたんですけど、ペイは地獄短期で、はい、シャア一枚行ければ一応現物親現物だったんで、なんとか私だけでも戦おうかなと思ったのが間違いで、ちゃんとやっぱり天敗気配はかなり出てたですか、あの時の有効さんの。そうですね、そうなんですけどね、まあ、危険を承知で切り込んでいくのが和久津さんのスタイルですからね。でもちょっとドラも見えてなかったし、勝野さん完全にやめてたんで危険すぎた、ちょっと危険すぎたですね。ちょっと、はい、そこからはもう、なんですよ、咳を切ったように展望がそうなんです流れ出しました、はい、これが麻雀の怖さなんですよね。そうですね、そうちょっと前節地味にやりすぎたんで、ちょっと今回ちょっと行ってみようかなと思って1回戦に一数ピンのリーチを打ったんですよ。はい、ノベタンのドラスピンの、はい、そうで、このもうなんかリーチ打った瞬間にあれこれなんかおかしくないって自分で思ったんですけど、あ一発で数々、あそうですそうですそうです、そうです、あれなんかこれおかしいなと思ったんですけど、そのおかしいなってままトップ1回戦取れてしまったので、なんかちょっとそのままおかしいなのまま行ったらちょっとすごいことになりましたね。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、白鳥さん今日、はい、和久津さんの麻雀、いやこうどうだ、僕的にはあの一数ピンはすごい和久津さんらしいなと思ったのと、はい、あれ一数ピン6山だったんで全山だったんで、ね、全山だったんで、なんかあのまあ数々引いちゃったのはね、あの自順引いちゃって、うん、まあ、一応手代わりはあったとはいえ、和久津さんらしいあのファーストロース払ってないとね、イスピにもなってなかったし、すごいなと思ったんですけど、やっぱなんかこっちで見てるのと本人が感じてるの結構違うんだなと思って。そうですね、河野さんに押されて、あやっぱ来るよね、うん、危ないなと思って、うん、もう違反つければよかったって思ったんですよ、うん、あそこ行かないとね、はい、あれやっぱなんか変だぞと思いながらあよかったイピン浅くてみたいな感じの上がりだったんで、もう1回戦のトップをちょっと怪しかった勝松さんに、じゃあ3ピンじゃなくて何当たんのよみたいな3ピンの先手打って、でまあなんかおかしいなと思いながらちょっとトップ取ったんでそのまんまでしたね。最後はたまたまドラ重なってくれてカンパーピンの1個だけ、1個だこれ1個だけしか上がりなかったなと思って、これでなんとか、ピンクはピンクなんですけどなんとかまあこれラスだとちょっとね、ひどかったんでちょっと、はい、なんとか持ちこたえたというね、いくらか助かりました。はい、印象でした。はい、お疲れ様でした。はい、続いて近野さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日相手の感想いかがですか。一番の見せ場が最後の経験ですか、ね、最後のローソーかなり荒ぶってましたけども、それだけ気合が入った、まあ、うん、そうなんですけどね、はい、もともと優子さん三蔵切ったら地位してローソー切ろうぐらいの思ってたんですけど、まあ、もう白チュンだけは打たないって決めたんで、はい、リハが出た瞬間、うん、でね、積もっちゃうんだけど役がなとそうですね、まあまあでも今日ね、いっぱいいろいろ掴んでて、うん、はい、止まってて、だだ、うん、まあ、確認したいんですけどね、いろいろ、はい、止めすぎてた嫌いもあるんで、あ、うん、まあ結構なんていうんですか、こう当たり牌じゃないにしろピントがすごいこうやめる時のあなんか合ってたかなっていう、合ってたっていうとすごいなんか誰なん上から言って、 ありがとうございますでまあね、少ないながらのチャンスってもう全部有効さんに潰されたんで、うん、まあやっぱ A1 は甘くないなっていうんですかね、はい、そういうことですかね。前原さん、はい、今日近野さんの麻雀いかがでしたか。うん、あのね、正直言ってね、前回は面前で行ってて悪くないなって思ったんだけど、今回やっぱりちょっと仕掛けがね、結果的に悪い方向に出たなと思います。そこをどう捉えるかっていう感じですね。うん、そうですね、もう2つぐらい、あ、やっぱり、まあ、難しいですね。なんか一説目はかなり面前にこだわったというお話もありましたが、うん、だからちょっと変えて、いや全然変えてるつもりはないんだけど、現実的なポイントで、はい、やっぱり楽をしたくなっちゃうんですよね、ちょっとでも原点に近づきたい、うん、行きたいって。ああ、なるほどね。
だからあのフォームを変えてるつもりは全くないんですけど、うん、だから一つもう一我慢しなきゃいけなかったなとは思いますけどね、うん、そうね、まあアドバイスとしてはもう、まあ、あの解説でも言ったんですけど初点勝負みたいな風に僕らは捉えてると。そうですね。で、まあ今野さんもその辺は十分分かった上でやってるんで、まあまだ長いから26ホールを食い取って6ホールを積まれるとスッチーマンですね。スッチーマンね、ありましたね。リャンマンローマン打っても数番も打たないんですけど、うん、うん、ああいうとこですかね、まあ、あの辺りもで的確なこうなんていうんですかね、うん、的確、うん、的確っていうかね、普通に考えればもうさすがにってとこなんで、だから動かないでおけば2、6ホールで積んでた、もしかしたらそうですね、そうですね、ツーアンツーモで、うん、っていうふうに考えるとやっぱり泣きが良くないのかなと、うん、はい、まあ、とりあえずまだ初日が出ないんで、あ、まあ確かに今日も3-3-3-2と、ある意味らしいんですけど、はい、まあまたまあそのうち晴れの日来るよ。そうですね、はい、優しい本当に、はい、では成績表の方をご覧いただきましょう。見たくない、全然見たくない、あ、見たくない。近野さんマイナス 29.1、 阿久津さんマイナス 63.8 となりました、うん、はい、お二人はですね、第3節は近野さんは A 択、瀬戸熊西川勝又、阿久津さんは C 択ですね、前原さんと一緒ですね、前原古川広柴田というメンバーと対戦になります。あれ今日 B 択ですよね。今日 B 択です。ってことは2週間後ですね。2週間後です。はい、それでは次回に向けての意気込みをお願いします。まずは阿久津さんからお願いします。はい、はい、ちょっと甘かったですね今日は。なんとか50ぐらいで、40か50ぐらいでなんとか助けてくださいと思ったんですけど、100連れていかれるとこでした。やっぱりあの足りない ところはまだいっぱいあるので、この12節の間になんとか追いつけるように、できれば残留できるぐらいまで追いつけるように、勉強してもう一回頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では近野さんお願いします。まずは初日を、まずは初日をとそっからですかね、はい、まあでも全然この縦長な展開だったら3番手がね届かないことはまだないので、はいはい、なるべく上を見るように、はい、はいはいはい、ありがとうございます。それでは阿久津晃プロ、近野慎太郎プロでした、今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。でした。疲れるよな。疲れた、ね、疲れ様です。あれ、ゆうこさんは？わからないです。まあ、自由な人だからね。そうですね。はい。ちょっと、すぐに来られるんじゃないですかね。はい、あ、いらっしゃいました。呪われている。どういう子が呪われている。はい、では勝又健二プロ、伊藤優子プロです。お二人ともお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、まずは勝又さん、はい、今日打てみての感想いかがでしたか。そうですね、内容的にはそこそこ満足できる感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり決め手に欠くなと思います。そうですか、うん、まあ、2回戦はね、あのまず単品3色を転敗、したと思うんですが、スッチーマンで、はい、あそこは勝又さんは闇点も選択肢にあるのかなと思いましたが、思い切ってリッチ、いや、もうめちゃくちゃまずいと思ってたんで、はい、まあ、ここは数万のつま上がりでも十分嬉しいです。なるほど、はい、そしてまあね、高めでのつま上がり6戦となりました。そうですね、その後ですかね、まあ、勝又さんのオリジナルのドラガトンの曲ですか。あー、イースピン払ってたやつ。イースピン払った曲、あれはあの意図をちょっと一応教えていただく。いや、まあどうしてもね、上がりたくて、はい、もう3色とかじゃなくて4面ツ1ジャン、まあドラ重なったことで4面ツ1ジャンとできれば OK なんで、そうですね、チュンのトイトとしかイースピン払うかの2択だったんですけど、悪い2つ、まあでも枠地さんがね、余る自敗がトンかチュンかもしれないなと思ったんで、まあ
無難なやつに、はい、しました。無難なイースピンバライト、うん、あれですね、イースピンは、山になんと1枚しか残ってなかった。あ、そうだったんですか、はい、まあ、それは分かってないんですけどね、はい、まあ、イースピンとチュンが悪そうみたいなぐらいです。はい、あの辺りは、まあ、上がりまで行ってると非常に、そうですね、なんかね、ヤンマンポンできて天敗した時は結構、はい、3山だったかな、チュンが2枚とドラが1枚と、まあ、枠さんにパーピンポンされた時は3分の2ぐらい思ってましたけどね、初でしたね。はい、はい、そして、まあ、ね、いろいろあったんですけれども、3回戦の何一局ですか、親番で、マンズが345566と入ってるところで、天敗で連チャンしてたんですね。そうですね、まあそこのね、あの我々は何も考えずにいいペーコーだからと、3万を打ってしまいそうだと、白鳥さんとお話をしてたんです。まあ優子さんの仕掛けがちょっと遅そうだったんで、なんかもうパッとテンパった時だけ勝負じゃなくて、うん、流局まで見据えて粘りに行こうかなと思ってたんで、ローマンのが手厚い形が残るんで、はい、はい、それでテンパイ連チャンになって次局ですか、もう最悪でしたね。早い段階で関数マンのテンパイが入るんですよね。あれはリーチという選択はさすがにないですか。いやね、え、前原さん見習ってすればよかったです。まあ、勝野さんは、ね、手役を見て天地ソベリッチに行くんですが、まあ、ゆうこさんの36戦、まあよかった、報酬しなかっただけはよかったぐらいの、はい、感じです。はい、はい、まあ、ポイント的には満足と。そうですね、はい、はい、ということでした。はい、白鳥さん、勝野さんの今日の内容はいかがですか。いやいや、俺がつい言えるあれじゃないですけど、はい、まあ、まあ、とにかく3ピン2ピンのね、払いが多分結構ご視聴者の方は4ハンちゃんとして一番衝撃的だったんじゃないかなと思います。なんからしさがすごく出て、最後もきっちり浮きで終わるっていうのが ね、 そうですね、3万点入っ3万点ぐらいの時のやっぱナンバのあれ、ゆうこさん最後何日配当率だったんですか。チュンかな、チュン白ハッカチュンね、どっちか選択していこうかなと思ったんですけどね、うん、先にウーマンポンされちゃったらもうギブみたいになっちゃって、たまたまですね。でもあれ浮いたのも、たまたま、うん、いやだってね、ウーマンポンの前に選択できてたらテンパイ取れたかもしれないですからね。確かに、はい、お疲れ様でした。はい、そしてゆうこさん、お疲れ様でした。はい。今日の感想はいかがですか。今日すごい勝ちましたよ。うん、いやもう2節目でね、いきなり勝負がけっつってね、うん、まあ気合が入ったよね。気合はすごかったですね。でだから最後の4回戦だけでもうたまにはラス以外のなってってね、結構意識してやったんだよ、はい、おとなしく、うん、やってました。ほら親でさ、トーアンコで6球1のね、はい、8万ね、うん、あこれはいけるだろうっつってリーチしたらポンされて、ね、ワクツに強に、はい、なんでこうなるのっていうね。そらまたラスじゃないのこれ。だから最後もね、どっちかがね、まあラスはもういいんだ受け入れて、だからもう先にパーッとこう動いてね、テンパイだけ取れりゃいいかなぐらいな形でね、だってこう本のもテンパらなきゃ沈むしね。でまあ仮に誰か1500捉えてもかっちゃんも沈むしさ、ただその後ねパタッともう自分でこうね持ってこれなかったからね。そうですね、うん、いやまあ何しろ全体的にはねもう良かったのよ、借金一発で返せたからね、はい、ただ横を言えばなんでいつもね呪われてるのか俺はっていうぐらい、まあ、の4回戦がまた来てしまいましたね。あらーって感じにさ、はい、ね、チンマイのやつだから一人沈みの、はい、そう、もうせっかくもうこれでまた家帰ってねぐったりするわ。最後はトップだとね、こういい気分で帰れるんですよ、ね、いやトップでなっちゃっていいんだよ、はい、ね、まあ、浮きとか3万点ぐらいでも欲をかかない、はい、だけどやっぱ呪われてるんだろうねやっぱ。自分が負けれるわですね。優子さんのすごいあのところが3回戦ですか、もう絶好調で親番で、うん、ドラが初だったんですけど、勝間さんの仕掛けでしたかね、はい、に対してドラの初を切ってカンチーソーの役なしリーチで
ぶつけていったことがありましたね。あれはもう、うん、掃除がもうねすごくこう上がれそうだったし、うんうん、だから要するにもう絶好調とかよなってったら、はい、もう愚形だろうが何であろうがね、うん、特に親はさ、うん、ね最初の天敗系で押すっていうのはもう昔からのね、はい、まあ、ある意味鉄則とか経験則なんでね、うん、であそこは青ポーンって今野、まあ、にされたんだけど、はい、上がれる気はいっぱいあった。あの辺りのそのなんていうんですかね、こうベテランならではの経験則に基づいた、うん、いやだってそれは雄大にしてもさ ね、 そ う、 ね、うん、あ、うん、そういう風になるんだよ。だからもう引きませんね、はい、うん、だからまあそれはいつもいつもね後継のね天敗は入らないんだけど、まあそれでもあんまり愚形は俺打たないんだけど、うん、そうなんですよ ね、 ね、だけどまあ何でしょう、最初の天敗がね愚形だってもあそこはね親だしね、もうこういう感じなんだから、まあそれにもしあの流派ドラって漫画振ったって別にね浮いてたわけだから、うん、よしと、うん、まあそういうことね。はい、うん、はい、前さん今日の流行さんの麻雀いかがでしたか。いやもうエンジンカーンみたいな感じで、うん、だからもうしょうがないだろ、いけなり勝負上げなんだからさ、ね、でまあ最後もねラストだったけど、あのちっちゃい袖乗らせたから、まあ、それでもね、もういやもうなんでここまで俺は呪われているのっていうふうに思うから、いやそういうこと言ったら意味がないかな。本当じゃない、でも10回のうち8回ぐらいのラストだもん、ね、この展開の4回戦は優子さん結構多いんですよね、うん、本当になぜか。だからなぜか、うん、ね、だから呪われてるしか言いようがない俺なんでこう慣れのいつもいつもっていうのがねはい、では成績をご覧いただきましょう。はい、勝間さんプラス 27.5、 ゆこさんはプラス 65.4 で、なんとお借金12位から一気に5位まで来ましたよプラスになりました。それは嬉しい。はい、勝間さんは3位キープと、はい、なりました。お二人の次回の対局は、勝間さんは A 卓、今野、瀬戸奥間、西川というメンバー、ゆうこさんは B 卓で沢崎、藤崎、前田というメンバーですね。はい、では第3節に向けての意気込みを、お願いします。勝間さんの方からお願いします。はい、まあ今日の麻雀は、自分なりにかなりよく打てたなと思いますんで、まあ、ただ、当然ダメな曲もあって、そういった部分をよりよくできるようにまた次回まで頑張ってきます。はい、ありがとうございます。ではゆうこさんお願いします。はいはい、まあ今日はねもうちょっとガソリン燃料使いすぎたんだけどまあ次はね、まあ普通に、はい、要するにほらガソリンもう少ないから俺燃料が、ね、あんまり使いすぎるとさもう演出しちゃうからまあほどほどにね、まあ何しろ長い、マラソンだ、あと10節もあるもん、ありますからね、うん、まあ無理せずね、あまりここぞっていうところであのガソリン燃料を使って頑張る。はい、はい、ありがとうございます。では勝間さん、優子さん今日お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、そして前原さんと白鳥さん今日も解説どうもありがとうございました。はい、次回の A1 リーグですが、5月6日の月曜日17時からとなります。対局メンバーが古川浩二、藤崎聡、瀬戸熊直樹、広柴田と、いうまた、面白そうなメンバーでお届けしてまいります。はい、ですね、そして、今週ですね、マスターズ、麻雀マスターズの、準決勝決勝が行われます。金曜日に準決勝で土曜日に決勝と、はい、なりますので皆様ぜひそちらも、ご覧いただければと思います。それでは本日はこの辺りでお別れとなります。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。